たとえアッシュのためでも君は自分の手を汚すことができないってわけだ。違う、無抵抗の人間を撃つなんて。何が違う、アッシュなら君のためにためらわず自らの手を血で汚す。君を傷つけないために自分を傷つける。フェアじゃないね、全くフェアじゃない。なぜお前なんだ。しかもそれだけじゃない。なぜ彼が君の元へ帰ってこないと思う。彼はゴルツネの手に落ちた。お前のせいで地獄に落ちた。全部お前のせいだ。それでもお前はどうせ何もしやしないんだろ。それとも責任感じて自殺でもする。手伝ってやるよ、ソラ。気持ちはわからないでもないけど、お前に何がわかる。俺は、あんたは同じ中国人を食い物にするような真似はしないと信じてた。あのろくでもない兄貴たちと違ってな。なのにあんたはゴルツネとつるんだり、ラオを使ってエイジを襲ったり。あんたはアッシュがエイジに心を許すのが許せないんだ。自分の得ることのできないものをアッシュが得たから、あんたはただ嫉妬してただけだ。くっ。